皆さんこんにちは、小葉翔です。今回ですね、ちょっとまたね、面白いニュース記事を見つけたので、それをねやってみたいと思います。今回のテーマは大学のね出身者別の、まあ、社長ランキングっていうのもありまして、まあ、こちらをねちょっと皆さんに紹介しつつ、まあこの記事自体がね、まあ、いいか悪いかというよりは、世の中で出てくるこういう統計情報の見方とかですね、まあ、そういった情報に惑わされないための、まあ情報の読み取り方ですね、まあ、こういったものをですね皆さんに紹介できればなと思います。では早速やってみましょう。ですね、今回持ってきたのがこちらのマイナビニュースなんですけれども、まあ、皆さんももしかしたらですね見たことあるニュースかもしれませんが、まあ、社長の出身大学ランキングっていうのがあります。まあ2位が慶応、3位が早稲田ということでね、まあ皆さんも1位ね想像つくんじゃないかなと思います。もう結論から言っちゃうとね、このランキング見てほしいんですけど、まあ1位は日本大学ということで、まあ出ました。でね、まあ社長って言っても世の中には大量に株式会社ね、企業がありますから、まあどうやって分析したんだね、そもそもここのデータって合ってるのかっていうのが、まあありまして、まあ一応ですね、それは帝国データバンクというですね、こう会社の情報とかを、まあ、一元的になんていうのかな、集約してですねデータベースを提供している会社があるんですね。まあ、社会人の方であれば結構知ってるかもしれませんが、まあ、高校生とか大学生の方はねあまり馴染みないかもしれませんね。まあ、でもねこの帝国データバンクというところは、まあ、かなりその会社情報を集めているので、まあぴったりですね、そのもうなんか10人単位とかで正しいかどうかわからないですけれども、まあ、ざっくりですねランキングってのは、まあ、合ってるんじゃないかなというふうには思います。で、まあ、これはあくまで2018年6月時点なので、まあ、多少違いもあるかもしれないけども、まあ、結構面白いなって思いました。で、まずねちょっと上位の大学見てほしいんだけども、まあ、1位が日本大学で、2位が慶応大学、3番が早稲田ということで、まあ、慶応と早稲田ね、まあ、ほぼ一緒ぐらいかなと。で、その次もやっぱり私立なんですよね。まあ、明治、中央、法政、近畿大学、東海大学、同志社大学、関西大学、うんぬんかんぬんというふうに続いていく。で、まあ、東大どこにあるのっていうと、実はここの20位が東大ということで、まあ、そこまでね、ランキングが高くないという形になっています。で、まあ、このデータ自体がね、別になんかおかしいなとか、まあ、批判をする気というのは正直僕はあまりないです。まあ、あくまでこういう話題作りの視野のニュースといいますかね、まあ、データなので、別にこれが統計的におかしいという気はないんですけれども、ただ、やっぱりまあ、情報をね皆さんが見るときはこれを見て、おお日大すげえとはならないわけですよね。まあ、多分多くの、うちのチャンネルの視聴者の方ならないわけで、いやいや、そこ指標をね、ちゃんと作らなきゃダメでしょ、というふうに思うと思います。で、やっぱりなんでじゃあこのデータがおかしいのかといえば、まあ、おかしいと言ってしまうんですけれども、おかしいのかといえば、単純に母数が違うものを比べているからですよね。よく東大合格者ランキングでも、まあ、改正がね、毎年ありがたいことに、まあ、1位ということで取り上げていただきますけれども、まあ、実際はですね、合格率ね、卒業者の数で割った場合、筑駒とか灘の方が、まあ、数字はいいわけです。まあ、特に筑駒がダントツでいいんですけれども、まあ、そういうのと同じでですね、まあ、母数が多ければ多いほどこういうふうに単純に、まあ、足し算をしていくランキングだと有利になってしまうので、まあ、そこをねやっぱ加味しないといけないよということなわけです。じゃあ実際どうなのっていうことで見てみるとですね、まあここにね、まあ、ちょっと細かいランキングのデータあるんで後でまた見てみたいと思うんですけれども、まあちょっとこれね完全に正しい数字かどうかわかんないんですけど、ちょっとまとまりが良かったんで、ちょっと個人の方のブログをね、ちょっと、はい、映させていただいてますが、まあ、学生数、2018年5月の学生数ということで、バーって見ました。で、一応ですね、まあ、ちょっと多いかなとかね、っていう数字もね、いくつかあったんですけど、まあ、ざっくりですよ。ざっくり、まあ、こんなもんかなっていう感じで、例えば、まあ、2位が早稲田の4万人で、9位が慶応義塾大学の、2万8000人ということで、まあ、ざっくり、まあ、合ってるかなと。で、1番が日大の7万人弱ということで、東大なんかだと、25位かな ?25 位で1万4000人ぐらいという形ですね。まあ、ざっくり東大の学部生っていうのは、まあ、年間、まあ、3000人ぐらいが入学をして、まあ、当然そのね、休学したり留年したりする人もいるので、まあ、かける4の1万2000人よりは多い数になったりしますし、あとはその一般受験で入ってくる以外でも、まあ、留学とかでいらっしゃる方もいますから、まあ、そういったものを含めれば、まあ、1万4000人ぐらい妥当かなというふうな感じがします。なので例えば、まあ、東大が1万4000人で、まあ、日本大学が6万
派生にいますので5倍近くですね、まあ、数字を持っているわけです。でそれでやっぱ見直すと、じゃあ東大はまあ2500人なので、まあ、これを5倍するとですね、まあ、1万人は超えてくると、1万2500人ぐらいになるけれども、あでもそれでもやっぱり日大ってすごいよねと、ね、人数的には多いよねって感じになるんじゃないかなと思います。あとはですね、まあ、当然日大、例えば早稲田とか慶応で見ても、まあ、例えば慶応の2倍以上がですね、まあ、日本大学なんですけど、まあ、やはりあの慶応の2倍ぐらいがいるということで、やっぱり日大すごいじゃないかっていうふうに、まあ、見がちなわけですね。でそこは、まあ、あの皆さんよく気づくところだと思うんですけれども、もうちょっと深掘りしてくれてて、この記事、まあ、結構なんかそこがね、あのいい記事、この記事の良さだなと思ったんだけども、もう別のね、あの観点で見てて、あの上場企業、要はまあ大企業の社長という観点で見ると、少しねデータが変わってくるよということでした、ね。1番が慶応大学になると、で2番が東大になって、まあ3番が早稲田って日大になってくると、まあ、まあ、にしても全然すごいとは思いますけども、まああの単純にですね、あのやっぱりこうね、どの会社でもいいからっていう風に見るのか、もしくはその上場企業で見るのかっていうので、まあ、少し変わってくるのだと思います。まあ、もちろんですね、上場企業だから偉いということではないわけで、あの上場してないというか、上場する必要がないぐらいね、あの経営がうまくいっているその、まあ、プライベートカンパニーっていうのもありますから、別になんかこれが偉いとかってわけじゃないんですけれども、大きなね、大企業とかで見ると、やっぱりその慶応とか、まあ、東大、早稲田っていうのがまあ強いのかなと思います。まあ、学生の人数だけで見たら、やっぱり割合で言ったら東大がまあ割合大きくなりますよね。さっきのまあ計算でいくとね。あとはやっぱり地域の問題もあって、会社っていうのは東京に多いですから、この1番から4番まで全部まあ東京、まあ、関東近郊にある大学で、やっぱり京大とかもあのやっぱ関西になってしまうので、企業数がやっぱりちょっと少ないとかもあるのかなとかっていうのも感じました。まああとやっぱり学生数も大きいですけれども、まあやっぱり興味深いのはですね、やっぱりこう企業の社長なので、やっぱり文系が多いのかなっていうようなイメージがつきました。ここらなんかデータには載ってないんですけども、このデータを見ても、まあこちら上のデータを見ても、もちろんね、例えば理科大とかですね、あの理系のね、東京農業大学とかね、まあその入って、大阪工業大学とか入ってて、もちろんその理系がダメというわけじゃないんですけど、やっぱりこう歴史的にはまだまだあの伝統的にはその文系の人がなんかこう経営者やってるっていうパターンが、まあ、まだまだ多いと思うんですよ、世の中ね。そういう意味ではやっぱりこう日本大学とか、まあこう私立文系とかっていうのが結構まあ上位に入ってきてるのかなっていう印象はありましたね。はい。で、あとまあ最後におまけなんですけど、ちょっと面白かったポイントとしてですね、出身大学上位3社の社長就任経緯、つまりなんで、どういう理由で社長になったかっていうのを、まあ、見てくれたみたいなんですけれども、ね、一番多いのが同族継承が実は最も割合が高いと。これどういうことって話なんですけども、創業者の、まあ、息子とか親戚だから、同族からですね、継承して、まあ、社長になったよっていうことなんですね。で、これがまあ、日大と慶応と早稲田の割合です。で、まあ、ちょっと数字ちっちゃいかもしれないけど、日大だったら 54.5% が、まあ、同族継承で、同じく慶応だったら 54.4%、早稲田だったら 43.7% ってことで、まあ、早稲田がですね、一番その独立派というかね、創業者タイプ、あとは内部昇格タイプってことなんですが、慶応が一番創業者が少ないということになってますね。はい、ごめんなさい。同族継承が一番多いのは日大です。まあまあまあ別に細かい数字の比較をするつもりはないんですけど、これ何を意味してるかっていうと、これすごい結論が導き出されて、結局、その同族継承をするということは、基本的には、どの大学を出たから、ね、あなたに同族継承しますよってことではないということですよね。逆に言うと、経営者の息子とか親戚が、こういう日大、慶応、早稲田とかっていう大学に行っているから、社長、そのね、後を継いで社長になってるんじゃないのっていうことなんですよね。はい。皆さん分かりますかね、言ってること。つまり、因果関係として、ね、こう大学、ね、日本大学を出たから、経営者になるとか、慶応義塾大学を出たから経営者になるということではなくて、経営者の息子が日本大学にいたりとか、慶応大学とか早稲田にいたりするということなんじゃないのってことが、もちろんその確定的に断定はできないですけれども、まあ、予測ができてしまうということなわけですね。なので、そういった意味で言うと、まあ、あの、このデータは非常にまあ面白いですけれども、まあ、単純にですね、その、大学、この出身の大学だから、ね、経営者になれるとか、起業できるってことは、全くの
まあ、嘘と言いますか、勘違いであって、あくまでこういうね、ランキングっていうのは、因果関係が必ずしもそうじゃないよってことを、皆さんにぜひ認識していただきたいと思っております。はい。まあ、やはりですね、物事、因果関係取られるの大変なんですよね。やっぱりこの数字だけ見ちゃうと、そもそも日大ね、なんか人数多いなって思っちゃうけど、やっぱ卒業生でちゃんと割らなきゃいけないよね。まあ、これは多分皆さん想像がつくと思うし、さらに次の第二ステップとして、こっちのね、まあ、上場企業とかで見てみるのも大事なんじゃないっていうのが、まあ、第二ステップ。そして最後、そもそも因果関係で、出身大学が、本当にファクターなのっていう、むしろ、その、経営者のね、親戚とか息子がですね、こういうとこに行ってんじゃないのっていうのもあって、こういうデータをねこう取りまとめてもらうと非常にねこれはこれで面白いし勉強になるかなと思ったので今回取り上げさせていただきました。はい、というわけでねいかがだったでしょうか。まあこれからもですね、キャスター STV ないしはこのサブチャンネルでいろいろねデータ取り上げていきたいと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。私の著書である改正流ロジカル勉強法でも、まあ、因果関係とかですねそういったものを扱っております。概要欄に URL ありますので、ぜひね、お買い求めいただければと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。